皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。料理愛好家でタレントの平野レミ、77、が NHK、平野レミの早技レシピ、2024秋、全8、15、に生出演。ある行動に出演者たちが慌てる場面があった。写真あり、平野レミ、ちょっと自慢してもいいかしら。よく見るロゴ、実は、 生放送で平野がたくさんの料理を作るこの番組。過去の放送では斬新な盛り付けや思い切った調理法が話題を呼んだ。今回はゲスト出演していた元サッカー日本代表 MF の前園真よと料理中、平野は何やらキッチンをうろうろ。不審な動きに何探してるんですかと前園に問われると、私もこの年までさ、好きなことやってさ。 生きてきてちゃったのこういう本出しちゃったのと思むろに自身の著書をカメラに向け宣伝これには同局の安藤圭介アナウンサーがレミさん商品紹介はおやめください生放送ですと注意宣伝してましたよねと共演者らに問われるも出してない出してないと白を切っていたしかし懲りずにまたも次長をちら見せした平野 安藤アナは、あ、出さないで。もう出さないで。料理進めてくださいと困惑気味だった。これを受けネットでは、NHK で辞書の宣伝をする平野レミ W。平野レミが朝から暴走してて面白い。公共放送で自身の著作の宣伝をぶっ込んできた、今日も自由な平野レミさん。アシスタント、共演者慌てる。わら、平野レミの料理生放送。放送事故すぎていいな。 どさくさに紛れて自分の本の宣伝をする好きだないきなり本を出して宣伝始めるわわら何が飛び出すかわからない生放送周りがヒヤヒヤしてます W とさまざまな声が寄せられたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう